はい、どうもご視聴ありがとうございます。私、世界の尺八パフォーマー白鳥義明です。今日も楽しく尺八吹いていきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、さてですね、ただいまやっている企画が6段100回吹きチャレンジ、今日がその32回目のチャレンジとなります。昨日ですね、ことぶきバンドの、リハーサルが丸1日あって、リハーサルの合間に撮影できるかなと思ってたんですけれども、残念ながらそういう時間が取れなくて、今日ちょっと1日空いてしまったのが少し悔しいんですけれども、またしっかり、演奏していきますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。そしてですね、そのことぶきバンドのライブがですね、来週ですね失礼しましたただいま撮影しているのが7月の25日に撮影しているんですけれども、来週8月1日にことぶきバンドのワンマンライブがありますので、ぜひこの動画ご覧になった方で興味あるよっていう方いましたら、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。本当にいろいろなゲストが、いて、とても楽しい、ライブになると思いますので、ぜひ一緒に盛り上げてください。よろしくお願いいたします。それではですね、早速ですけれども、演奏の方行こうと思います。なんかもうそろそろ梅雨明けしそうな感じなんですけれどね、まだまだかなりジメッとして、梅雨明けしてもまだジメッとした感じになるのかなっていう気はするんですけれども、暑さに負けずに気合を入れて演奏していこうと思いますので、お聴きください。
がとうございます。32回目のチャレンジでした。まあなんですかね、まあいろいろまだまだ反省する点はあるんですけれども、まあ若干ですね、今週はですね、ことぶきバンドのリハーサルとか、あとライブも挟んでいるので、少し体が重い感じがあるんですけれども、まあ明日もちょっとことぶきバンドライブがありまして、まあそういった割とスケジュールがこう詰め詰めな感じで、本当に昨日のリハーサルも朝10時から夜10時までの12時間拘束で、いろいろ通しであったり動きの確認であったりいろいろ詰めてきたところなんですけれども、かなりそうですね、なんとなく眠いなっていう感じが若干演奏の中にも出てきてしまってるのを自分で感じてしまったので、まあそういうところは反省して、もうなんですかね、体調にも左右されない、ね、本当に前にも話した通り、もう曲を前にしたらもうその曲を集中して演奏するっていう、そのマインドですね、まあ、精神状態に持っていけるように、まあ、日々訓練して、まあ、修行していこうかなと思っておりますので、まあ、今後ともですね、まあ、見守っていただけると嬉しいです。はい、この番組ではですね、いろいろな曲を尺八で演奏していったり、このように古典の曲を掘り下げて、まあ掘り下げるというか、もうとにかくひたすら演奏するっていうことをやってみたり、いろいろ尺八でやっていこうと思っておりますので、いいなって思ってくれた方、ぜひ高評価、まだまだだなって思ってくれた方、ぜひ高評価、そしてですね、もっと聞きたいなって思ってくれた方はですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして私、ツイッターもやっております。概要欄にツイッター、そしてブログも先日始めました。まだまだ記事の数は少ないんですけれども、そちらの方もですね、今後継続して記事を書いていこうと思っておりますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。